Da. ダリア・コンダコはクラブをしっかりと握りしめてこれからステージへ向かっていきます。赤いレオタード、赤いクラブ、現在トップはカナエワ、それを追いかけるコンダコアです。追い詰める力があるのはもうこのコンダコアだけです。抜群のピボット、乗っていきます。これも圧巻のピボットです。安定してます。年々回転の技術は高くなってきています。曲の疾走感に負けない動きのキレがあります。リスクも決まっています。そしてエネルギッシュです。回りながら下がっていく。ロシア、ダリア・コンダコワ、クラブの演技、曲の疾走感に負けない、むしろ勝った演技でした。いやー、コンダコはこの溢れる力感は素晴らしいですね。とにかく動きの一つ一つに力が溢れています。ダリア・コンダコはの得点、クラブ29点を超えてきました。 29.350。 さあ集中しています。ダリア・コンダコは今フロアに姿を見せました。4種目目はリボン、カナエワを追いかける、あるいは逆転なるか。ダリア・コンダコは4種目目のリボンです。赤いリボン、コンダコは果たして逆転なるのかどうか。ピボットで見せます。安定してます。弾むような明るさを細かい動きで表現しています。回転でも回りますね。そうですね。
番のピボットからピルエットへ、さらにパワフルになっていきます。見ている人を引き込む演技です。少し日本に結び目ができてしまっていますね。先端の方なんですけれども、コンダコアの持つエネルギー全開というパフォーマンス、ダリア・コンダコア、ロシア。ピボットは本当に見せてくれます。この技術は世界一ですね。そうですね。そして何よりも力あふれるエネルギッシュな演技、会場の空気が変わりますもんね。果たして女王カナエワを捉えることができるかどうか。コンダコア、表現力も抜群です。会場はものすごい拍手に包まれています。ダリア・コンダコは得点を待っています。カナエワの合計得点が 116.650。 ダリア・コンダコはリボンの得点、果たしてどうか。現在トップはカナエワ。コンダコアの得点が出ました。 29.300。 届きません、届きません。なんとわずかに 0.05。